はい、どうもゆたです。今回はですね、ちょっとガレージヤマゴンさんで今リアデフの、セッティング変更ちょっともろもろやってまして、で、いつも台車出るんですけど、今日はねデモカーの BRZ がちょっとたまたま台車で、で、YouTube 撮ってもいいよっていうことだったんで、ちょっとデモカー紹介したいと思います。で、BRZ とか86全く詳しくないんで、どこのメーカーのエアロとかついてるかちょっとわかんないんですけど、ちょっとお見せしていきます。はい、とりあえずちょっと外装紹介からいきたいと思います。こんな感じの、真っ白な BRZ です。見た目はね、もういかにも走り屋っていうかね、サーキット走ってます感は結構出てます。どうしようかね。まず、バンパー類は多分純正ですよね。で、奥山のケインフックがついていて、で、ここもなんかファンネルみたいになってるんで、もしかしたらここはなんかのダクトになってますね。で、この辺はハーフエアロみたいな感じでなってますね、カーボンで。で、ボンネットはどこのだろうね。ちょっとどこのかわかんないけど、クーリング系の軽いボンネットになってます。で、エアロキャッチついてて、で、ここは多分吸気ですかね。この辺も変わってます。で、ハチマキ山郷さんのとモティーズなってます。で、メーカーさんもねびっちりと入ってます。あとカーボンミラーカバーかな、ワンポイントでおしゃれな感じで、で、タイヤはね A052、265-35-18、定番なのかな、86BRZ は。あとは255を使ったり、255だと40なのかな、扁平が。その辺で好き好きがあるとは思うんですけど。で、ホイールが T37SL サーガです。これは割と新しいやつですね。で、265がつらいちな引っ張りじゃなく入ってるんで、急半かな、多分 9.5 の、45とかそのあたりだろうね。ちょっと詳しくわかんないですけど。はい。あとナットも変わってて、あとブレーキですね、これ。アクレさんですね、多分これ。アクレさんのキャリパーで、対向4ポットかな。で、2ピースローター。結構大きいの入ってます。で、さっきね、乗らせてもらってるんですけど、やっぱり対向ピストンのブレーキって素晴らしいね。すごい、タッチはすごい良かったです。たまにね、スポーツカーっていうか、普通の片押しキャリパーとかね、乗用車とか乗ると、カックンブレーキになりますよね。はい。それならないんで、やっぱり対向ブレーキだなと思います。で、あと足だね。足は山子さんとこオリジナルの、スピリットとの、商品になってまして、別端ですね。タンク見えますね。で、今ね、ちょっと仕様変更中、いろいろやってるみたいで、はい。ちょっといろいろ、どんどんいいものをね、作ってるんで、後でちょっと試乗動画も撮ってみたいと思います。
このサイドスカートも多分変わってるんだよね。はい。でここに ATS LSD って書いてあるんですけど、カーボンの ATS の LSD 入ってて、カムカクが26度のハイイニシャル仕様です。結構ね、やっぱカーボン好みで使う方もいらっしゃるんで、メタルよりねやっぱ聞きがやっぱりカーボンなんでマイルドというか使いやすい感じだと思います。でリアもパツパツだね。結構いい面してますよ。あとなんかカーボンのついてます。うん、いい面してます。で GT ウィングがバリスの、羽が真ん中の、羽じゃねえや、ステーが真ん中のタイプで、テールも変わってます。スモークでおしゃれになってます。後ろも奥山の剣服かな。あとマフラーも変わってます。一本出しですねこれ。パワークラフトって書いてあるのかな、パワーなんとか。であとリアディフューザーがついていて、結構いかついのついてますよ。でちょうど見えちゃったんですけど、リアスタビも変えてるっぽいですね。はい。内装の方はですね、ZD 入ってます。タコ、ウォーター、オイル、スピード、オイルプレッシャーが書かれてます。いやーいいね ZD。自分3連メーター、4連メーターにしてて視界が結構見えないんで、これちょっといいなと思います。あと AEM の空燃費計と、ホームボタン、ガレージ、ヤマゴになってます。はい、皆さんもヤマゴさんファンはこれに変えましょう。でワンポイントのブルーのシャレオツになってます。でヤマゴステッカーはねお店行くとね多分もらえると思うんで、なんか作業行った時はてみてください。この辺もパネル変わってて、はい、ステアリングも変わってんだね。はいはい。でね、運転席はフルバケ入ってて、これなんかカーボンっぽいよ。カーボンっぽいブリッドの、ブリッド全然詳しくないんだよねこれ。なんかジータ4とかするやつ、わかんない、全然わかんないんだけど、ブリッドはちょっとわかんないんですけど、はい。あ、でもね、僕ずっとレカロなんですけど、やっぱり深くて、サイドの剛性とか結構強いなって思います、ブリッドとか乗るとね。はい、そんな感じです。はい。でまあ一通りこんな感じです。でね、普通に軽量化とかもしてないし、普通のまあライトチューンなのかな、ライトチューンなのかガチガチチューンって言っていいのか、ちょっとそのね境界線はちょっと僕わかんないんですけど、まあ足タイヤ刺すとかそんなもんでしょう。あとまあ細かいのいろいろやってると思いますけど、一応レーシングコンセプト入ってます。はい、
それでね、日光はね39秒台らしいです。40秒切ってます。で先日の富士なんかも、まあ、ほぼ初めて走ったみたいで、で、まあ、夏でね、まあ、灼熱なんですけど2分4秒くらいで走ってるみたいなんで、でまだまだねやっぱり全然まだ詰めれるって言ってたんで結構早いんじゃないかなと思います。で筑波も、1分4秒台、なんか3秒台はね入りそうな感じらしいんで結構早いんじゃないですかね。で一応山子さんオリジナルでスピリットやってますん で結構熱心にどんどんいいものを変えてセッティングというかね試していいものをどんどん作っていってる最中なんで結構いい感じにね仕上がってきてるらしいんで、そこら辺のノウハウとかデータはねもちろんありますんで、このデモカーもね多分ね乗らさせてもらえると思うんですよね。多分ちょっと勝手に言っていいか分かんないんですけど、はい、もしかしたら結構本気で考えてる方はまあもしかしたら乗らさせてもらえるかもしれないです。それからまあ助手席とかねはあるんで、はい、結構 86BRZ でお悩みの方はぜひちょっとお店に行っていろいろお話を聞いてもらえればと思います。はい、ちょっと走ってみます。
感じで、ちょっとね試乗させてもらいました。結構乗りやすいね。多分ね、俺が乗っても FR、 まあ普段4駆乗ってるんで、僕が乗っても結構扱えるんじゃないかなっていうような乗りやすさな感じです。はい、という感じでね、ちょっと軽く紹介みたいな感じなんですけど、はい、こんな感じでちょっと今回の動画は終わりたいと思います。はい。